1997年ジョルジェ・アマードとはブラジルの小説家である。20世紀ブラジル文学を代表する作家である。作品の多くが英語、フランス語をはじめとする48以上の言語に翻訳されている。1912年に北東部バイヤ州イタブーナのカカオ農園に生まれた。リオデジャネイロ大学法学部に入学し、在学中から カカオなどの執筆時活動を行い、1935年に卒業した。砂の戦士たち、ジュビアバーなどで次第に作家として認知され始め、ブラジル共産党員だったアマードは、この時期に、ブラジルのプロレタリア文学を代表する作品を残した。しかし、その左派的な政治思想から、同時期に、ブラジルで、エスタード・ノーボ体制を築いていたジェトリオ・ドルネレス。 アルガス大統領と対立し、アルゼンチン、ウルグアイに2年間亡命した。アマードは、亡命先で1920年代のテネンチズモの英雄であり、ブラジル共産党の指導者となっていたルイスカルロス、プレステスを題材にした、革命時プレステス、希望の騎士を表している。1942年に、第二次世界大戦に、ブラジルが参戦し、連合国の一員として、 ブラジルとソ連が同盟国になるとアマードは党の指示により1942年にサルバドール・ダバイーヤに帰還した。帰国後アマードは地元の新聞に1945年1月までコラムを連載し、コラムの中でファシズムを批判する一方でヨシフ・スターリンとソビート連邦を称えた。その後1948年から再びフランス、 セコスロバキアと亡命した後に、左傾化したバルガスが大統領となっていた1952年に帰国した。しかし、中華人民共和国などの実際に存在する社会主義国を訪問した経験がアマードに、社会主義国への不信の念を抱かせ、1956年にスターリン批判が行われる前に自主転向を遂げた。スターリン主義からの転向後も、 チリのパブロ・ネルーダやスペインのパブロ・ピカソ、フランスのルイ・アラゴン、キューバのニコラス・スギジェンらと共に平和運動、執筆活動を続けた。1961年にアマードはブラジル文学アカデミーの会員となった。ガブリエル・ガルシア・マルケスとアマード。1977年にはノーベル文学賞候補となった。作風は初期の社会の底辺に生きる人々を リアリズムの視点で描くものから、ブラジル民衆の生き様を、ユーモアや風刺を交えて描くことに重点が映っている。また、1976年に、ブルーノ・バレット監督によって映画化された、フロル夫人と二人の夫は2005年の、フランシスコの二人の息子に抜かされるまで、ブラジル映画史上最大の観客動員を実現した。1994年にポルトガル語世界で、 最も権威あるカモンイース賞を受賞した。2001年にサルバドール・ダバイヤで死去した。フェルナンド・エンリケ・カルドーゾ大統領をはじめ、多くの人物がその死を追悼した。ありがとうございます。